どうもネビマスターです。朝の散歩に来ています。ね、すごく綺麗な朝焼けじゃないですかね。築地橋の上から撮ってます。というわけでね、コモディマスターです。再びですね、お店へ帰ってきた感じですね。最後はね、9月2日で、お店しまわれたフレンドリーさんのね、様子をちょっと散歩がてら見に行ったんですけど、フレンドリーさんにはね、本当にたくさん思い出いただいて、小学校2年生ぐらいの時だったかな、すごくなんかメルヘンチックなね、建物で、見たことない当時、建物ができて、で入ると、ね、小さい僕の中の目にはね、すごく素敵な、その頃本当にファミリーレストランとかいうのがなかったんで、なんかその家族でね食べに行ったりする機会もその時はたくさんあったりして、お姉さんとかこう働く姿とかがね、結構今の自分には影響を受けてるんかなっていう部分もありますね。やっぱこう自分がお見せするようになってね、近いこともあって、うちがお店入れなかった場合とか、うちのお客さんとかフレンドにまた行かれたりしてたんですけど、そういうこともね、これができなくなったりで、うちで働いてくれてるパートさんの娘さんとかアルバイト行って、フレンドさんにね、アルバイトで働きに行ってる内情とかね、教えていただいたりしてすごく店長さんが頑張ってるとか聞いてね、自分も負けやんと頑張りたいなってね、すごくそのいい意味での切磋琢磨っていうんですかね、できてた結構僕には貴重な存在だったんですけども、10月以降ですかね、またかのかわうどんさんになるそうで、同じグループですね。なのでそのやっぱりその深夜までされてたりねしたんで、その人のね、人不足とかいろんなね、難しいところもあったんかなって自分的には分析したりしてるんですけど、まあ今度はね、またこう客単価が下がってお昼時っていうんでね、私も今度うちのランチでね、お客さんとられるように頑張らなきゃなと思ってるんですけど、まあね、残念ですけど、まあああいう風にして、また建物がなくなっていくんではないかなと思って、思い入れに残るように動画に撮ってみたりもしました。ちょっとね、グダグダな動画になってしまいましたけど、まあね、一つまた思い出に残ればいいかなと思ってます。まあ今日はこんな感じです。それではね、